日でなんかまあ今リモートの仕事をしてるんですけど、なんかふと思いついて笑いなデイのビデオを今日はしようかなって思います。なんかもうオランダ寒くても嫌になりそうなんか昨日の方がもっと寒くて、で今あそこにあの部屋の温度が分かるやつのその部屋のサーモメーターみたいなあそこにあるんですけど、今は17度で、昨日は多分15度とかだから、昨日初めてラディエーターヒーターみたいなのを昨日初めてつけて、なんかやっぱつけるだけで全然違うなって感じで、でも今日はちょっと我慢して、今日はまだあったかい気がするんで、今日はまだちょっと我慢して、どうやろう、まあとりあえず寒くて我慢できひんかったらもう一回つけようかなって感じで、まあ、とりあえず今は12時ちょっと前ぐらいで、いつも朝ごはんはあんまり食べなくて、いつも1日2食なんですけど、朝あんまりお腹空かへんから、まあ、でもお腹空くときはなんか軽くシリアルとか、今からブランチみたいなのにしようかなって思います、もしなんか最近仕事忙しくてブランチ食べ終わって、でまあ外の天気が雨降ってなかったらちょっと買い物なんかスーパーに行こうかなって感じのプランです。今日はで、まあ今日は4時までリモートの仕事があるので、それをとりあえずずっとして、まあその間に私が食べてるものみたいなのを紹介できたらなって思います。Let's get started。買ったんですけど、なんかこの時期オランダかなんか全部わからないんですけど、でもなんかこの時期こっちあのリンゴが安いんで、この前はリンゴを使ってずっとオートミールしてました。オートミール嫌いな人は結構いると思うんですけど、私は全然いける。なんか最初食べた時は何これって思った記憶があるんですけど、でもなんかめっちゃ美味しい。今はもう自分の食生活の定番。Wasn't that cold and I thought, okay, I guess just got back and I got ルイボスティー、今帰ってきてルイボスティーと
チョコとソイミルクとリンスと塩。なんか外思ったより寒くなくてよかった。全然ブレザー1枚でいけるぐらい。なんかやっぱ家でなんか動かずにゆっくりしてたら寒く感じるなって思う。でいつもこの時間になったら塩辛いのが食べたくなるので、このナッツ塩ナッツ、仕事が終わってずっとなんか座って作業してたら体が凝って、最近なんかもうはーって感じなんで、最近はお尻のワークアウトとヨガをしてるので、仕事終わりにそれをします。Alright, so it's dinner time. もう6時ちょっと前でお腹空いてきたから、いつもこの時間になったらお腹空くので、今からご飯を作ろうかなって思います。で、まあ今日は豆腐あるし、なんか昨日の夜ご飯の野菜の残りもあるから、なんか適当にタコライスでも作ろうかなって思います。ソースを入れてきます。昨日の余ってた野菜に豆腐を潰して加えてタコライス風の味にしました。いただきます。やむやむ、今からクッキーを作ろうかなって思います。この箱をぐらいベーキングパウダーを入れます。混ぜて、でこのドライの中にさっき溶かしたマーガリンと砂糖のやつを入れます。混ぜて、でシナモン、シナモン風味のいいんで、シナモン、でちょっとスプーンのお腹でスプーンの裏側で押しながら、でもそれでもまとまらないんで、基本的に豆乳を入れます。ちょっとずつ入れながら感じにまとまるまで、こんな感じでチョコちょっと キングシート。Thank you.
当にこんな感じで丸めてクッキーっぽい形に、ね、こんな感じで、もう一緒、うん、オーブンを200度にもう予熱してもらいます。感じで、で、さっき切ったチョコをトッピングで、9時ちょっと前なんですけど、なんかもうパソコン見すぎて目も疲れたし、なんかデトックスというか、なんかもう画面を見ないようにしたいんで本読もうかなって思って、で最近読んでる本がこのクライング H マートっていうやつで、友達からおすすめしてもらったんですけど、なんか悲しすぎてというか、なんかもう2回ぐらいもう読んでる間に泣いて、なんかもう終われるかなって感じで、まあでも半分ぐらい読んだから、あと半分だけ残ってるんですけど、まあこれを読んでちょっと眠くなるまでこれを読もうかなって思います。